ました。じゃあ次のところをね、走っていきたいと思います。タイミングよくね、前に車がいないんで気持ちよく走れますね。やっぱりね、山の景色もいいですけど、海最高やね。昼の時間やから店やってないかもしれないですね。やってるかな。お酒の一品にちょっと欲しいグルメ干し、はい、あったあ、サオリグルメ干しありましたね。はい、350円の品、よりより3品1000円。ウルメ干しね買いました。もうちょっとね小ぶりなんがね、実はね骨まで食べれて好きなんですが、ちょっと大きめですね。はい、今回は、2串、ハンガーに吊るしてるんで2ハンガーいただきました。あとね、また焼いていただきたいと思います。あとは柿やね、柿がどうしても欲しいから、また帰り道に寄りたいと思います。お、猫ちゃん、苦手。ちょっとねお昼食べてないんで、道の駅、海の駅で、軽くね食事したいと思います。あ、道の駅三つやね。道の駅三つですね。ちょっとここで昼休憩でもしようか、出ないと、最初行ったお店の方も休憩中だからどうしようもないからね。おー、バイクのところがいっぱいやな。どこ、ここ、うん、どこか置くとこないね。どこ置こうかな。あ、こ、ええとこいいとな。ここ置かしてもらおうか。申し訳ないな。よし、ここ
覚えてんやろか。まあいっか、ちょっとここでお食事でもしようかなと思います。はい、食事もいただいて、カキコロバーが美味しかったですね。ちょっとね、中で食べようと思ってたんですが、順番待ちがちょっとだいぶね多かったんで、バーガーにしました。みんなが幸せになる鐘、一人で鳴らせば笑顔になれる、二人で鳴らせば仲良くなれる、みんなで鳴らせば幸せになれる。じゃあ笑顔いただきますか。うん。音でかすぎて笑顔になりますね。恥ずかしすぎて。天気良くて良かったです。昼もしたんで、牡蠣だけ買いに戻りたいと思います。さあ行くぞ。
イルの写真だけ撮りに戻ろうか。戻ってきましたね。はい、休憩時間終わってるはず。これをね今日は買いに来たんでね。よいしょ。あ、やってたやってた。はい、やってました。ちょっとね向いてるんですよね。よし、ちょっと買いますね。柿ね、500グラムとりあえず買いました。パンパンにね詰めてくれてますね。はいはい。来た時休憩中やったみたいでね。買いました。やった。むき身の牡蠣ね。牡蠣ご飯か。牡蠣フライやね。牡蠣おこはちょっともうちょっと買った方がええね。まあまあこのまま買いていこうと思います。まあもしかしたら今年はこれで動画終わりかもですが、はい、挨拶だけ年度末の挨拶だけさせていただこうかなとは思います。今年でね、まあまあ YouTube 初めて、まあぼちぼち、いつも言ってますがぼちぼち投稿で、11月かな、先月ぐらいに、登録者数1000人行きました。ありがとうございます。バイク乗っておられる方、そうでない方、ツイッターの方でもね、いつもね、見ていただいてありがとうございます。まあ3年石の上にも3年ということでね、もうね今からっていうねところなんですけどね、ネタがだいたいなくなってますね。スパーッとね、再生時間4000時間ね、年間で登録者数1000人、もう本当にね半年ぐらいでねなれる方はまだまだね伸びますよね。僕は、はい、ほんまにゆっくりで3年ですが、これは強敵だな。一応ね目標の人数、はい、させていただきました。まあそういう年でもあって、まあまあ来年も引き続き何かしら上げさせてもらいたいと思います。またね、はい、お時間ある時見ていただけると本当、ありがたい、ありがたいです。はい、じゃあ今回はね、どっかええとこあるかな。海ぐらい見えたらええね。海の端っこでも見えたところ辺で終われたらええね。でも見えへんね。はい、また来年もよろしくお願いします。じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。